あなたの会社潰れましたけどどうですかってインタビューされる。虎年の破壊がついているし、暗検察ついているしで、踏み絵を出された。本当にもうね、もう最悪やーって、その面白さっていうふうなところに刺激がなかった。外からの応援がすごい。歯科店サロンへようこそ。このサロンでは素敵な経営者の方たちをお招きして、旧正規学で分析、その人生や仕事ぶりを旧正規学でご紹介する番組です。それでは今日のゲストを紹介させていただきます。マニュアルの企画制作を行っているポラリスインフォテック株式会社代表取締役情報親方こと東野誠さんです。今日はよろしくお願いいたします。今回はその前編をお伝えいたします。それでは親方、はい、生年月日を教えてください。はい、1975年の2月2日です。十二支は覚えてらっしゃいますか？うさぎですね。1975年の2月4日からが75年になるので、はい、うさぎのその前の年の虎年なんです、実は。はい、しかも八白土星の本命をお持ちなので、はい、八白土星の本命は私もそうなんですけれども、持っている人たちはいっぱいいるんですが、その中で八白の十二支という虎を持っている方は、実は本家星というすっごい強運な星のもとに生まれた、うん、全然自覚がないんです。そうですか。なんか家ではすごく大切に育てられてきたんじゃないですか。かもしれないんです ね。その星の人は大事に大事に育てるとですね、はい、家が三軒建つと言われてます。まだ一軒も建てないそうですか。これからが楽しみです。月命がですね、九紫火星、傾斜が白く木星という、はい、本当にね、リーダーシップのみんなのまとめ役の星です。そして同階が七赤金星ということで、まあ、お仕事のね、運勢などは楽しみながら広がっていくという、そういうね、星をお持ちです。そして最大吉報が時刻土星なんですね。はい、お生まれは2月2日の2時と。そうですね、日曜日の午後2時に生まれたと。そうですか。その時刻というね、2の数字がとてもラッキーなナンバーになっているんです。それでは親方の人生をですね、はい、ずっと遡って今日はお伺いしたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。大阪のお生まれでお育ちですか？はい、そうですね。大阪府立大学に一浪して入りました。入ったのが1993年で、はい、出たのが1998年3月。何を専攻されたんですか？はい、化学でしたね。工学部の化学。化学、化学の方ですか？はい、ね、入るために一番こう穴の 学科を選んだというのはありましたね。入りやすいところで、面白そうなことがやっているっていうふうな、機能物質化学科というふうなところがあって、新しい材質を化学的な手法で作るというふうな学科だったんですね。就職はどちらに？就職はなぜか、はい、コピー機屋さんに行きまして、コピー機の会社でも一応化学系とはつながりがあって、トナーとかそこに入っていくこう化成品であるとかっていうふうなのは、化学系とは割とつながりがあって、その技術も買われてそこに行ったというふうに思ってるんですけど。その当時って言ったらね、はい、就職活動はどうでしたか？ね、自分より1年ほど前から就職氷河期になったというふうなことがあって、うん、先輩からこう、もうなんか就職がダメだったとか、何十社回ったけど全然ダメだったみたいな話を聞かされて、化学系の進む中心って学部で出る人が少なくて、で就職も院生メインに来るんですよね。なので学科で出た人が化学系のところに行こうとすると、研究職はあまりつけなくて、それ以外のどっかのメーカーっていうふうなところになってくるんで、必然的になんかその研究が面白くてそのまま行こうと思っても、その研究がなかなかできないっていうふうなところはあるんです。なので自分で探して
いろんなところを当たってみたんですけど、結局自由応募みたいな形になるんで、就職氷河期だとこうあまりこうアドバンテージが自分の中でないというような結果になります。で、就職活動をしてたまたまそのこうコピー屋さんに入ったという。ああ、そうなんですか。最初に配属されたところがマニュアルを作る部門だったっていうふうなところで、たまたまその化学系のメインの仕事をするんじゃなくて、たまたまそのマニュアルを作る仕事に配属されたっていうようなところ。マニュアルっていうのはね、こういうあの機械とかテレビとかカメラとか、はい、そういうののコピー機のマニュアルを作ってらっしゃって、はいはいね、あれこれは何なんやろうと思って一瞬こう、何するとこなんやろうっていうふうなのは思ったんですけど、割と先輩からこう教わったりとか自分で調べてやってたりすると、あの割と面白いなっていうふうなところはあったんですね。その面白さのなんかっていうのはあるんですか、はい、例えば絵を描いて表現をしたりとか、文字を書いてとか、あのレイアウトが違うとこういうふうに伝え方が変わってきますよとかっていうふうなのが、違いがあのいろいろ表現あるなというふうなのが自分的には面白くて、それがこう今の面白さというか、あのこういろんな探究をしていくところの原点になっているんじゃないかなと思います。どのぐらいその会社にはいらっしゃったんですか。そうですね、大体1年半ぐらいいましたね。あ、たった1年半ぐらいですか、はい、そうなんですあら設計する人にマニュアル その中身どう書くのかっていうのを取材に行かないといけないんですけども、その取材行くときに近く その取材の場所に行って、行くときになんかその新製品を出すわけでもないのにテレビ局が取材に来てるんですよね。で、テレビ局が取材に来ていて、なんか一旦インタビューをされるわけですよね。で、インタビューされて、あなたの会社潰れましたけどどうですかってインタビューされるんです。で、それは結構衝撃で。そうなんですか、はい、そこで何か答えたらおそらくこう言葉だけ飛んで取られてしまうんやろうなと思って、答えはしなかったんですけど、そのままこうオフィスに戻ったら、うち会社潰れたらしいでっていうふうに言われて、みんなでこうこの先どうしようかみたいな話をずっとしてたっていうのはありましたね。あら、もう全体的にその年はね、もう本当にこう冷え切った、はい、もうね、世の中の経済がすごく落ち込むようなね、はい、時だったと思うので、あ、じゃあその煽りを受けてっていうような感じ で、いる会社が潰れてどうするのかってなって、その頃にその時に残された道は、その潰れたなりにも会社構成法の適用を受けてるんで、会社自体は存続するんですよね。で、その会社に行くか、その面白いと思い始めた取扱説明書を作る仕事に就くかっていうふうなところに二択だったんです。で、それがちょっと転機になったというか、どの道を進むのやっていうのを踏み絵を出された感じっていう。会社に行ってもそのままの仕事をつなげるのが中心になって、発展があまりないかなというふうなところと、面白みがそこにあんまりないなというふうなところを思ったんです。なので、その取扱説明書を作るというふうな仕事を続けようと思ったんですけど、その同じ状況にいると仕事自体が回ってこないんで、他のところに行こうと思って、そこから徒歩2分ぐらいの制作会社に行きました。就職活動を、ね、はい、されている時も、まあ、あの9年一回りでだいたい運勢が、ね、いい時、まあ、強い時弱い時っていうのがあるんですけれども、もう本当に一番弱い時がだいたい就職活動を、ね、はい、されている時 でやっと就職したと思ったのに、寅年の破壊がついているし、案件札ついているしで、それでその後、ね、会社を本当にこうお辞めになるっていうことで、本当にもうね、もう最悪やっていうようなところで、はい、落ち込むタイミングで何かね、こううさぎ年のその年徳のですね、もうなんか外からの応援がすごい来るっていうのがこのね、1999年なんですね、はい、もう6泊本当に案件札を背負い、もう勧誘していて、世の中の全部の経済はもう沈んでいるっていうところの中で、よくまたそこでね、こうお仕事を見つけられたなっていうふうに思います。で、そのもうマニュアルのお仕事をずっとね、はい、続けていらっしゃって、ずっと大阪ですか。仕事を求めて東京に来ました。そうなんですか、はい、東京に出ていらしたのは何年ぐらいですか、はい、2007年
ぐらいですね。その東京に出てくるきっかけというか、はい、何かあったんでしょうか。そうですね、1個目の会社を辞めて次の会社に入った時に、うん、もう電機メーカーに出向をしてマニュアルを作るという仕事をしてたんですけども、うん、そこの仕事の中でもっと上を極めたいと思って、うん、あの大阪にいる時に武蔵野美術大学、こちら の、東京にあるところなんですけど、はい、そこの通信教育課程に勉強に入っていました。すごい。もう当時何歳ぐらいでしたか。当時28、29とかそれぐらいですね。そうですか、はい、じゃあやっぱりその大学の時にそれは専門的には学んでなかったので、はいはいはい、さらに何か上を目指したいって、ね、美術関係ということですか。その当時言ってたのが、はい、視覚伝達デザインというふうな分野があって、そんな科があるんですか、はい、でその領域をやってたあの大学が日本にほとんどなかったんです、うん、聞いたことないです。今でこそ結構いろんなところやってるんですけど、その当時はそのムサビぐらいしか基本的になくて、ムサビに行こうと思ってた時期は取扱説明書の対象としては家電の、DVD プレイヤーとか DVD レコーダーとか作ってる部署だったんですけども、そこの仕事を、いいと言えばいいんですけども、そこの会社の中の文化でしかマニュアルとか取説を作れない状態なんで、自分のその取扱説明書を作ることの面白さっていうふうなところに刺激がなかったんです。で、他のところの、マニュアルを見ると割といろんなところの学びがあるなというふうに思っていて、その視覚的に表現するところっていうのが割と深いなと思っていて、そこを勉強するところを面白いところがないかなというふうに探して出てきたのがムサビの通信のところで、視覚伝達デザインだったというようなところだったんです。で、ムサビに行ってたところのこう副次的なところというか、いろんなところからその大学に向けてこれを学びたいっていうふうにいろんな人が集まってくるんですけど、その人が集まってきていろんな会話をしたりとかコミュニケーションを取ったりとか、いろんなその作ったものに対して評価をし合うっていうふうなところが割と自分の中では学びになっていて、そうしていく過程で東京の方が大阪よりも仕事が多いなっていうふうなところと、人も多いし、そのいろんな業種が多いんですね。で、業種が多いとその谷間の仕事も出てくるんですね。なので仕事はそっちの方が多いだろうなというふうに思って全体的に仕事に適してるなというふうに思って転職という形で東京に来たという。武蔵美大で勉強を始めたっていうような時にも、八白土星っていうのはさっき変化の星ですって言いましたけど、世の中も変化しますっていうところの上の変化なので、変化したい人に対する応援がすごく来ているところなので、もう変化変革っていうのは全然またベクトルの違う、ちょっとこれはやったので違うところやってみようっていう方向転換の年にちょうどそうやって転換を迎えています。まだまだ伺いたいお話はたくさんありますが、お時間となりました。この続きはまた次回よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。シカテンサロン、今日のゲストはマニュアルの企画制作を行っているポラリスインフォテック株式会社代表取締役情報親方こと東野誠さんでした。どうも本当に今日はありがとうございました。皆様の感想をコメント欄の方にお寄せいただければ本当に嬉しいです。いいねボタンもぜひ押してください。それでは皆さん、またお目にかかるのを楽しみにしております。先に何かあるんじゃないかなっていうのはちょっと見える時があって、韓流の一番も穴の穴の中に入っていて狙ってそっちに行ったと思います。転職をすることで運勢が開運していくっていう星、はい、妄想からでも作れます。これだけなんか応援を味方につける、ね、方法っていうのが皆さん知りたいところなんじゃないかな、はい。